はお暑いところお越しいただき誠にありがとうございます。第70回清水みなと祭り、皆さんも楽しんでいらっしゃいますでしょうか。私たち中部航空音楽隊は同じ静岡県の浜松市よりやってまいりました。本日この後ブルーインパルスも飛行予定ですので、楽しいイベントが盛りだくさんですね。申し遅れましたが、進行役は私フルートパートの吉野さくら担当空奏です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、自衛隊には陸、海、空と3つありますが、皆さんはそれぞれの代名詞ともいえる曲をご存知でしょうか。本日第1回目の演奏では陸、海、空それぞれの代表曲をお聴きいただきたいと思います。まずはじめにお聴きいただきます曲は陸上自衛隊から陸軍分列行進曲無双歌です。1886年にフランス軍軍楽教官のシャルル・ルルーによって作曲されました。それでは本日の指揮者をご紹介いたします。中部航空音楽隊隊長佐藤哲也伊藤久依です。それでは行進曲軍艦お聴きください。
曲行進曲軍艦をお聴きいただきました。陸上自衛隊海上自衛隊に続いてお送りいたします曲は、私たち航空自衛隊の公式行進曲空の精鋭です。航空自衛隊創設40周年の際に誕生しました。この曲は当時航空中央音楽隊に所属しておりましたルート奏者矢部正雄氏により作曲されました。航空自衛官は入隊した時からこの曲を聴いて日々行進訓練を行っております。それではお聴きください。航空自衛隊公式行進曲空の精鋭です。
続いてお届けいたします曲は1回目の公演おしまいの曲となります。私たちの仲間航空中央音楽隊のトランペット奏者和田伸伊藤空曹が作曲をしました青空です。こちらは航空自衛隊創設60周年の際の記念行進曲の一つであり、タイトルの通り青空をイメージさせるとても爽やかなマーチとなっています。それではお聴きください。青空です。それでは引き続き清水みなと祭りをお楽しみください。ありがとうございました。